のうとれたいそう。脳トレ体操で脳と体年齢をいつまでも若く。はい、それでは今日も早速準備体操から行っていきたいと思います。はい、右手がピースの時は左手がピストル、手を変えてチョキチョキという風にですね、違う2種類のチョキを同時に出してみましょう。はい、いきましょう。グーチョキチョキパーグーチョキ違うチョキパーグーチョキチョキパーグー、足踏みを入れてみましょうか。グーチョキチョキパーグーチョキ、はい、終わり。さあ今日も笑ってごまかしながら脳トレ体操いきたいと思いますね。はい、はい、今日は3動作、3つの動作を覚えていただく脳トレ体操です。はい、頭と体を両方使う脳トレ体操なので、笑ってごまかしながら楽しくいきたいと思います。はい、では最初にですね、3つの動作を覚えていただきます。はい、まず私が1と言ったら、空と言いながら手を万歳にしてください。はい、空。そうなんですね。ダブルしてくださいね。1、空。いいですね。はい、元気よくね。2って言ったらですね、海というふうに泳いだポーズをしていただきたいです。はい、2は海ですよ。2、海。うん、いいですね。はい。3って言ったらですね、今度は地面。地面。そう。はい。ちょっとね、かがんでいただいて、はい、手つくだけでも構いません。はい、どちらでも結構です。ね、じゃあちょっと1から3までもう一回復習してみますね。はい、1、空。2、海。3、地面。そうですね。はい、じゃあちょっと数字をバラバラに言ってみますね。3、地面。1、空。2、海。そうですね。はい、思いましたか。数字を言ったら、言葉とジェスチャーで答えてください。2、1、3。皆さんできましたか？さあ、そこで今日はですね、小道具を用意してまいりました。小道具ですか？うん、はい、色で覚えていただきたいと思います。はい、私がこの青い内輪を出したら空、うん、はい、さあ、そして私が黄色のうちわを出したら、はい、海。黄色が海。そうなんです、はい、覚えてくださいね。はい、色と動きを、ね、一致させてくださいね。はい、そして赤いうちわを出したら地面。地面。そうなんです。では、はい、ステージを上げていきたいと思います。はい、ね、私が青のうちわを出したらですね、今度は空って言わないで、空を飛んでいる鳥の名前を言ってほしいんです。鳥の名前ですね。鳥の名前。はい、どうだったかな、ね、何でもいいですよ。はい、ちょっと練習してみましょうか。はい、はい、カラス。そうです、そうです。え、はい、カラスって言いながらね、手はそのままね。はい、じゃあ黄色を出したら、今度は海を泳いでいる魚の名前を言ってほしいんです。はい、さあ思い浮かべてくださいね。はい、いくつかね、ちょっと言ってみましょうかね。はい、サンマ。サンマ、いいですね。高いですけどね。はい、そしてわっ、この赤いうちわを出したらですね、地面を歩いている動物の名前を言ってください。何でも結構です。はい、はい、馬。うん、そうですね。そうやって、はい、今度は、この色を見て、それぞれの鳥、ね、鳥の名前、魚の名前、それから地面を歩いている動物の名前をポーズをしながら言っていただきたいと思います。わかりました、ね、じゃあちょっとやってみましょうかね。はい、はい、何が出るかな。はい、ウサギ。うん、はい、ツル。え、ツル。ツルって飛びますか。ちょっといいでしょう。はい、イルカ。いいですね。魚ではないですね。いいですね。じゃあもうちょっとリズミカルにいきますよ。はい、はい、違う。もう一回。いいですよ。はい、タコ。魚じゃない。ウケる。はい、ま、出てこないでしょう。はい、頑張って、はい、スズメ。あ、いいね。はい、はアリ。
そう。はい。なんだろう。鳥？うん。出てこない。ね、今一番脳がね、混乱してるんです。はい。ハト。いいね、ハト。いいですよね、平和のハト。はい。海だから。いや待ってください、本当に出てこない。お寿司屋に行ったら、あ、マグロ。よかった。よかった。よかった、よかった。ね、明太子って言わなくてよかった。うちわの色のジェスチャーと生き物を答えてください。赤。青。黄色。皆さんできましたか？こんな風にして、はい、色とそれから動作を覚える、はい、3動作脳トレ体操いかがでしたでしょう、はい、そうですね、覚えているのもありますし、そこに何かを考えなきゃいけないってなるとそうかなり、ね、そうですね、出てこないですね。まさに全身を使うね、脳でこういろいろ考えるんですよね。それを言葉にするっていうのがすごく大変な動作なんですけども、それをね、色で判断しながら動作で表すという、一度に2つ以上のことをやるというのがものすごくこの脳の刺激になると言われて、脳トレ体操の一番のね、醍醐味になってきます、はいはい、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それでは次回もお楽しみに。イエーイ。